なって言われた時に、はい、あの松田って大きな声で言ったじゃないですか、はい、あれは多分その分かる単語だから言えば何か通じるんじゃないかというのを思えたんだと思うんですけど、大きな声で言われた時に馬鹿にされてると受け取る人もいるので、すごい揉める場合があるんですよ。要は日本語で何かバカにすることを言ってるんじゃないかこいつはって思うかもしれないじゃないですか、大きな声で突然言われたら。確かに。それでトラブル可能性があるので、なので今回のトラブルを起こした豊川さんなんだっていうのが僕の中で確信に変わりました。あの、僕ちょっと裏でトイレ行ってきますって言いましたよね。僕の荷物あそこにありましたよね。ありました。なんでほっといて移動してるんですか。すいません申し訳ありません、あの荷物一つ置き去りになってたんですね。はい、申し訳ありません。いやいや、国境沿いっていろんな人がいて、で僕ほらなんか荷物、日本人の荷物だからなんか金目のもの入ってるかもって持ってく人いるじゃないですか。でそこら辺の車にフィッて入れたらもう絶対分かんないですよ。あ、トイレ行ってきますって言って。それは荷物を見ててくださいという意味だというは分からなかった。あ、じゃあ今後はトイレに行くので僕が帰ってくるまで絶対動かないくださいって指示すればいいですか。僕の日本語が間違ってました。やべえ、豊川さんのせいで時間をロスしました。1日失いました。豊川さんのお願いを聞いて、でもそれが無である、取れ高もないと、価値がないと。全然いいですよ。だからここから残り多分観光地僕一切行く気ないんで。めっちゃ詰められてます。それが別に出来高ありませんでした、この時間無駄でしたっておっしゃるのであれば、その基準に従います。